熊野市の産田神社は安産と子育ての神様として知られていて、毎年1月10日には子どもの健やかな成長と安産を願う例大祭が行われます。今年も去年に続き、新型コロナウイルスの影響で餅まきなどは行わず、神事だけが行われ、今日も朝早くから多くの親子連れが訪れました。